人がたくさんいて嬉しかったです。2個ぐらいこれまでにさっきまでやってたんですよ、いつも連載のやつを。レイさんそっちは少数制でやってるんでびっくりしちゃったんですけど、まあでもありがたいなって、いろんな人が携わってくれてて期待に応えなきゃなと思って可愛いポーズいっぱいしました。いやいやいや、もっとやらせてくださいよ。何でも来いっすよ、もう何でも来いって感じです。最近なんかストレートにハマってて、前まで動かす方が好きだったんですけど、なんかストレートの方が大人っぽいなと思って、かき上げてちょっと垂らすっていう、なんだろう、韓国チックっていうか K-POP が流行らせた髪型に僕もハマってます。車を探すことです。車が欲しくて、今父親の力も借りて2人で車を探してるんですけど、僕はなんかでかいごっついのよりも可愛いおしゃれなやつが良くて、僕実家でずっと乗ってたのがフィアットだったんですよ。本当は、ね、それもらえれば一番いいんですけど、まあ、母親がまだ使うんで、僕は自分で他のねおしゃれなやつを買いたくて今探してるんです。ビビツナケイトです、お願いします。なんだろうこれ、本当にビビさんかなって思いました。こんな変な書あったっけって思ったんですけど、まあ、よく見たらビビって書いてたんで、あ、嬉しいなって思いました。そうですね、撮影した写真ちょっと僕まだ見れてないんですけど、まあ皆さんが僕の笑顔を引き出してくれたんで、多分素敵な写真が皆さんがいるんですけど、皆さんが多分素敵な笑顔を引き出してくれたんじゃないかなと思います。あのイケメンって正直あんまり本当に言われ慣れてないくてちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、頑張って磨こうとしてるのは、ためにやってるのは、肌ですかね。肌。定期的に、サウナに行く。週一。外見って大事だと思う。ホワイトニングとか、ですかね。ホワイトニングとか、なんだろう、ヒゲちゃんと剃るとか、まあ、僕ヒゲ本当に、間違いなく俳優界で一番薄いんですけど、まあそんな僕でも、まあ3日に1回ぐらいは剃んないと見えてきちゃうんで、ヒゲとかちゃんと剃ってます。めっちゃ恥ずいやん、全く同じこと言ってるんですか俺。内面なら全然あるっすわ、友達思い。友達思いエピソードですか。毎日友達といるとかですかね。あ、ブルームメンバーですか。全然いっぱいありますよ。数日前の後あった今日シュートとある、リンタロウがあれだ、グッズをくれたんだ、ワトインっていうグループのグッズをくれて、でフミヤも会いたいって言ってるけど、まあちょっとあいつが忙しすぎるからなかなか会えてなくて、うん、で劉備とか後期とかもイベントとかで絶対会うし、みんな活躍がすごすぎて
みんな忙しいんですよ。本当はもっと会いたいんですけど。いや、みんなイケメンっていうのはまず大前提ですよ。誰だろう、フミヤ。フミヤやっぱ一緒にいて、ふとした時にあ、こいつかっこいいって思う時がやっぱあるから、やっぱさすがやなって、思います。意気込みですか。意気込み、そうですね。いや、さすがに自分が受賞できるとは本当に1ミリも思ってないんですけど、まあ、もし可能性があるなら、ぜひそれ乗ってみたいなって思うんで、皆さん、応援お願いします。ビビつながるのみんな見てるかな。はい、今回うちの推し部門にて自分の作った言葉を若者に流行らせようとする部門受賞しました。ゴチーヌー。はい、これからも応援よろしくお願いします。